音楽はお好きですか？世界を豊かにしてくれる音楽。この番組はそんな音楽の魅力に迫るスペシャルプログラム。今宵聞こえてくるのは職場の音楽仲間が集う賑やかな音色。パナソニックエコソリューションズ吹奏楽団を訪問します。もっと楽しく、もっと自由に、エンターザミュージック。皆さんこんばんは。エンターザミュージックナビゲーターの藤岡幸男です。テレビ東京アナウンサー半田美希です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は吹奏楽特集の第19弾です。今回はどちらに行かれたんですか？はい、社会人の吹奏楽団ということで、パナソニックエコソリューションズ吹奏楽団に行ってまいりました。ではその模様をご覧ください。というわけで今日はパナソニックエコソリューションズ吹奏楽団の皆さんと共演です。よろしくお願いします。明るいですね。関西です。はい、まずは、楽団長の川上さん、そして指揮者の山崎さんです。よろしくお願いいたします。今回は大阪門真市にある今年創業100年を迎えたパナソニック株式会社、その中のエコソリューションズ社へお邪魔しました。会社に隣接するパナソニックミュージアムでは、創業者松下幸之助の経営観などを学ぶことができる松下幸之助歴史館や、パナソニックの歴代数々の製品が並ぶものづくりイズム館があり、パナソニックの歴史を見ることができます。ここで活動するのが松下電工吹奏楽団として発足し、今年創設60年目を迎えたパナソニックエコソリューションズ吹奏楽団。仕事と家庭の両立だけでなく、音楽へも情熱を注ぎ、やりがいのある職場バンドを目指しています。当楽団は1959年に設立されまして、今年で60年を迎える、関西でも老舗の楽団になっています。でメンバーは社員で約50人で演奏活動します。で主な演奏活動は、9月に定期演奏会をやりながら、あと合同演奏会で社内行事、スポーツ大会とか式典の演奏と、あと地域に密着した、社会貢献演奏で年十数回の、演奏活動をやって非常に忙しくやっております。素晴らしいです。いかがですか、音楽的にはどんな特徴でしょう？うちは結構ね、そんなに練習回数は多くないんで、なかなかその辺は厳しいところは正直ありますけど、やっぱりちょっと同じ会社の仲間ということで、そういった面ではね、非常に楽しくさせてもらっているような状態です。今日はどんな曲演奏してくれるんですか？そうですね、ラファエル・エルナンデスが作曲しましたですね、エル・クンバンチェロ。それではじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。
本日はパナソニック株式会社エコソリューションズ社にお邪魔しています。ここでは人々が快適に暮らせる空間を実現するための商品を開発し提供しています。ハウジングシステム事業部建築システムビジネスユニットに勤務しているトランペットの信田真一郎さん、インテリア建材の商品企画と開発を担当しています。年 1,2 回発売される新商品の企画構想と商品設計、発売後の設計合理化や品質改善も重要な仕事となっています。入団20年目、職場では課長の役職についている信田さん、職場の吹奏楽団で活動することについてお話を伺いました。仕事はやっぱり忙しいので平日なかなか練習時間取れないし、もう一時期は本当に全然練習できなくて、来ても練習しても吹けないですし、もうやめようかなと思った時もあったんですけど、その時に先輩に、もう絶対やめたらあかんと、いつかきっと続けてよかったと思える時が来るよって言われたんです。で、今がその時かなっていうふうに思ってます。仕事してる限りはやっぱり世の中の役に立ちたいとか幸せにしたいっていう、そういう意味で仕事してると思うんですけど、そのためには働いてる自分たちがハッピーじゃないとあかんと思うんですよね。音楽のいいところはその自分が演奏することによってさらに聴いてる人も幸せにすることができるんじゃないですか。そういう意味で楽団で吹奏楽を続けていくっていうことはすごく自分にとっても大きいことだし、会社が楽団を持ってるっていうことの意味も大きいことだなっていうふうに今理解しています。ライティング事業部 SCM センターに勤務するオーボエの杉本優子さん、照明部品の生産管理を担当しています。安定した部材供給をするために工場と工場の間に立ち、適正な在庫管理を行うことが主な仕事です。お願いいたします。中学生1人と小学生2人のお子さんを持つ杉本さん、入団してから出産時以外は休むことなく活動を続けています。仕事と子育てをする中で音楽を続けていくことについてお話を伺いました。やっぱり練習に行く前には子どもたちが困らないようにご飯の支度だとか洗濯とかも当たり前のことなんですけれども、済ませてから、お母さんのやりたいことをさせてもらってるんで行くようにしてます。楽団でこう私がこうみんなからパワーをもらって、それを子どもたちに家帰ってそのパワーを与えれたらいいなっていうふうに思ってます。周りの皆さんがもう家族みたいな存在で、一緒に楽しい時間を過ごせる場があるってこと自体がね、本当に幸せなことだなと思っているんで、心が通え合える仲間がたくさんできたことですね。それでは共演させていただきたいと思いますが、何をやらせていただけるんでしょうか。はい、今日はですね、バーンスタイン作曲のキャンディード組曲を2曲演奏しています。今年パナソニックちょうど100周年を迎えた形になって、ちょうどバーンスタインも今年生誕100周年ということで、そのあたりのところを引き上げて。なるほど。今回の共演曲はバーンスタイン作曲キャンディード組曲から2曲です。とりあえずまず音の長さをもうちょっとはぎりよくします。今ちょっとバラバラだから、音スタッカートはもうちょっと短くした方がいいと思う。短くタンパッパンパッパンパンパンタンタタンタタツツタツツタツと、この332があるんです。これがバーンスタインのこの曲のすごいこう楽しいリズム感なんですね。でそういうやっぱり日々の仕事の始まりと終わりを大事にすると同じように、音符の最初と終わりを大事にすると全然変わると思うんですね。続いてはミュージカル最終幕に全員で歌われる壮大なナンバー、ハーモニーの美しさが問われます。この曲、この楽章ってね、すごい難しいなと思うのは、ピアニッシモでしかも音程をよく吹かなきゃいけないんですよ。そこをシビアに行きたいと思います。はい。
あね、ユニゾンの時は、上の奏者が強く吹いて下の奏者ユニゾンは音つけるっていう、もう絶対それを守らないと、お互いにお見合いして音を合わせようと思わないで、もう絶対強く吹く人、それにつける人っていうのははっきり役割分担してください。あの息の温度を考えるといいんですよね。伴奏をやってる時に伸ばす音はあったかい息の方がいいです。手のひらにみんなハーってやってみません？そうで、ふーって吹いたら冷たいじゃないですか。これ寒い時っていう息だと伴奏の時あの響きがもっと透明になってきて合いやすいんですよ。そうだね。普通の息でいくと、一人で吹く分には綺麗なんですけど、こうやって混ざらないんですよね。なるほど。やっぱあったかい息のがふわふわして綺麗な音する。わかるわかる。ちょっとそれやりません、クラリネットの皆さん。頭からちょっといいですか。さあ、どのような演奏に仕上がったのでしょうか。
今日はありがとうございました。楽しかったですよね。なんかね、この楽団の特徴の一つ、年齢層の幅広さについて伺ってみました。19歳から59歳まで幅広くて、すごい。楽団一番の若手メンバーに入団のきっかけを聞いてみました。最初、高校の、定期演奏会で OB で参加した時に、その高校の定期演奏会の会場にそのエコソリューションズ楽団のチラシが貼ってあって、チラシだけで見てチラシ50代になってから入団された方も。どうですか、でも50になって初めて皆さんこうハッピーな感じ。ハッピーです。ハッピーな感じ。もうハッピー、もう幸せな感じです。ハッピーです。とっても素敵な話ですよね。だってコールアングルのねソロもされて50代になってもらって、もともと私も転勤で門真に来たのがきっかけなんですね。ああそうですか、はい、今私も56歳なんです。ああもうでちょうど 4,5 年前に彼のチラシじゃないんですけど、社内のホームページで当時覚えが不在だったんで募集があったんでちょっと見学来てですね、その勢いででも素晴らしい。でも見学来た時にやっぱり雰囲気が良かったんだろう。そうですね、いやそれはでも素晴らしいです。ありがとうございます、素敵な話。ずっと僕は吹奏楽の理想ってそういうのを思ってて、若い子から大人までもうみんなが一緒に行って、その中で演奏しながらこう人間の会話をね楽しんでいくという、なんかそれがなんか吹奏楽が一番できるものだと思うんですよ。団員の皆さんに今日の感想を伺いました。本当に目から鱗の指導をいただいて本当に参考になりました。明日から歌うように吹きます。ありがとうございます。教えていただいたことを意識しながら練習していきたいと思います。楽しく演奏できました。明日の会議も頑張れそうです。菅原さん、今日は本当楽しかったですよね、はい、本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。